risk it all and not forget the lessons that I hold. I wanna go where no one's been, far beyond the crowd. Yeah, learn the way to take command. Use the power that's in my hand. Hey, we all live in a Pokemon world. I wanna be the greatest master of them all. We all live in a Pokemon world. I'll put myself to the test. I'll be better than all the rest. We all live in a Pokemon world. I wanna be the greatest master of them all. Pokemon。 はい、皆さんこんばんは。ポケモンピカチュウ実況プレイへようこそいらっしゃいました。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いいたします。そんなわけで前回は3匹目の伝説ポケモンことモルトレスをキャッチしました。みんな本当にお疲れ様。特にカブトプスよく頑張ったね。ステータス的に言うと全体的にカツカツで、カブトプスなんて見てください。これ限界ギリギリまで働いてくれたね。アイテムもそうだな、そこがちょっと見え始めているんだけれど、ひとまず行けるところまで進めていきたいと思ってます。プライムエイプももうちょっと我慢していてね。先輩、ん？何？俺気絶してるけどなんとか力になってみせます。ありがとう。早速ね、その力を借りることになるんだな。よろしく。悪いね、気絶してるっていうのに。これあれだろうね、気絶してるマンキーの手だけを引っ張り上げて押してもらってるんだろうな、猿の手。んで前回穴に落とした岩があったと思うんですけれど、方角的に言うと多分ね南東の方に落ちてると思うんだよね。お、ちょっと戦ってみる？かなりレベル高いけれど。サイキック。パシーン。うわー、立派になったな。痛え。サンキュー。容赦なく出てきますね。ポイントがもうあれなんで、すき焼きに協力してもらおうかな。出た。大丈夫か。わお。そうだよね、あれにおそらく乗っけるんだと思うんだけど、次々と出てきます。すき焼き。吸わしてもらおうか。いいね、長旅にはすき焼きですよ皆さん。で落とした岩っていうのが、あ、これか。であれが消えるっていう、そういう流れかな。あれっつって指さしても皆さんにはきっと見えていないんだろうけれど、わかるよね、あれです。サンキュー。お祭りやろう。そうだね、クリーファーベルも結構ヒットポイントやばいんだけど、クリ耐えられるかな。バイトとか来ると危ない気がしなくもないけど。わ、バイト。苦しいね。どうだ、でかした。そしてプリファーベルを30に引き上げた。じゃあマンキー悪いな、また手だけ借りるよ。あいつ気絶してて立てないから、体だけはズル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 地べた引きずり回されてんだろうね。よし、消えてる。んでおっと困っちゃうね。すき焼き厳しいな、やっぱ寿司かね。でブリザード、パリーン、いいね。サンキュー。おお、フルリストは今押したら出てきた。それよりも出口かい。やったやったよクリー。なし。この辺の木も怪しいけどね。あ、危ねえか。おおおお、なんだこれ。インディゴプラトーザ・アルチメット、お、究極のゴールトレーナーのポケモンリーグ HQ 本部か。なぜかハリポタの最後の決戦を思い出しました。これチェスの戦い。皆さんからこのタイルを見れば進むべき方向が分かるよってアドバイスをいただいてたんですけれど、そう確かにね、色が変わった。いよいよだねクリー。よし行こう。で、あ、ありがとう。隣のチャンシーにも挨拶を。チャンシーんで、お、メガネくん、まさかお前がみたいな。ポケモンリーグではエリート4、あ、四天王っていうことかと対決。負けたら初めからやり直しになる。これが、お、これが最後、頑張れ、ありがとうつって最後にもう一回再開するとかなしだよ。実は我が輩がみたいな。ワオ、ポケモンのものがいっぱいあるよ。さすがにこれをくすねようとは思わないんだね。よし、あ、 PC。 それじゃあまずはまだ回復できていない捕まえたばかりの子たちがいると思うんで回復させてあげようかな。なんでひとまずみんな待っててね。あ、ハブトプスもお疲れさん。これで卒業だね。お、もういっぱいか。モルトレス。魔長剣。オニックス。グレイブラー。だよ。見てみようか。ちなみにさ、モルトレスってどのぐらいヒットポイント ?9 か。削ったね。魔長剣、オニックス、グレイブラー。見てみようか、ステータス。すげえ、全部100超えてます。アタック、ディフェンス、スピード、スペシャルが特に高いんだね。でも使える技はペックとファイヤースピンだけっていう。へ、大したことなかったね。なんつって。あ、びっくりした。そっか、すき焼きが与えた毒か。デポジット、モルトレス、魔長剣、オニックス、グレイブラー。んで、四天王戦ということは、今回でひょっとしたら最終回になる可能性が高いですね。もうこれで終わりだもんね。こっからはエリート4、1人ずつ対決になります。勝てばドアが開く。次のトレーナーのグッドラック。ほら、じゃあ最終決戦です。最終決戦っていうことは、もう最後の6匹メンバーを決める必要が出てくるんですけれど、まあクリは絶対連れてきますんで、クリ以外の5匹、誰にするか、これから、1匹ずつ発表していこうかな。なので、最終メンバー発表します。今決めます。まず、2匹目チェンジボックス、3番にいると思います。3番からいません。見失ってしまいました。皆さんからせっかくさ、お船さんは何番のボックスに預けてるのかちゃんと覚えてるんですねって、そんなふうに褒められたっていうのにね偶然ですよ皆さん、偶然、たまたま。2番ウィストロー、はい、改めて2匹目のメンバー発表します。いませんあれ、どこ行っちゃった。間違って捨てちゃったほら近いじゃん、リリースっていうのがさ。はい、引き出す。じゃあ2匹目、ピッジーとか言ってね、懐かしのネタ、ジオドゥードもたまにでいいんで思い出してあげてくださいっていうのもありましたね。感慨深いものがありますよ。2匹目、ここで見ないじゃん。どこ行っちゃったんだよ。チェンジボックス。4番にじゃあいたってこと？いました。はい。天ぷらくんです。まったくもうかまってちゃんなんだから違うって、うぶねさんが覚えていなかっただけじゃないかって。どうだった、しっぽりできたしっぽりってあんまいい言葉じゃないね。うん、よろしくね。はい、では続きまして3匹目のポケモンメンバーを発表したいと思います。3匹目、それはすき焼き。君に決めた。よろしくね。はい、続きまして4匹目、ポケモン。それは寿司。君に決めた。よろしくね。さあ、ここまでは大方皆さん予想はできたと思います。僕も予想していました。こっからが難しいですね。5匹目、6匹目、まず5匹目、連れていくポケモンはクリファーベル。君に決めた。よろしくね。レベルは30とかなりきついけれど、連れて行ってあげたい。クリのために幸運のお守りとして連れて行きます。はい、続きまして最後のメンバー6匹目、6匹目の最終メンバーはドラムロール。ドロ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 怖いな怖いな。さあ、6匹目はプライムエイプ。君に決めた。先輩、俺っすか？俺でいいんすか？いいんだよ。お前は最後の一席を勝ち取ったんだよ。俺一生懸命やります。そうか、一生懸命やってくれるか。よろしくね。まあお前が入ることによって寿司、天ぷら、すき焼きの3匹も一生懸命にならざるを得なくなるからまあキャプテン翼 VS で言うところの若林枠という感じも否めないんだけれど、でも連れてってあげたい。ほんとここ最近めきめきと頭角を現したし、個人的にもひいきなキャラクターになったんでね。さーてと、じゃあいろいろと体を最終決戦に向けてチューンアップしていきたいと思うんだけれど、アイテムもちょっと整理しようね。ウィスドローでせっかくだから TM をね覚えさせてあげたいな。例えば僕のメニュー出すね。そうですね、前々から気になっていた技の一つにリフレクトっていうのがあって、TM の33番、これをですね、防御力上げるやつでしょ。これをね、あ、おさやさん使えないんだ。寿司にカッチカチのシャリを作ります。なんでこのウィスドローと大体内容がかぶってるんで、心機一転リフレクト。よし、あとはですね、アイテムでPP なんちゃらっていうのがあったでしょ。これどっかの女の子のお家でこれがなんか技の使用回数を増やす的な説明があったと思うんで、ちょっと試しに使ってみたいと思います。名前が紛らわしいよね。 PP アップってなんか回復アイテムのように見えるけど、PP アップ Use item on which ポケモン、どのポケモンに使えますか。あ、唐突だね。とりあえずもし使用回数を増やせるんであれば、まあご褒美な意味合いも込めて、クリ、ここまでみんなをよく引っ張ってくれたね。お、レイズ PP アップ、そうだね、 PP の上限を増やすアイテムっていうことらしいんで、ダブルチーム、これ結構使用頻度高い技なんでこれを使おう。どんぐらい増えんの？18になってますね。15から18になったのかな。よかったね。で、あと1個余っているんであれば、そうだね。じゃあ、頑張っているクリパーベルのために使いましょう。技はもちろん、ハイパービーム。これで、ハイパービームが、6回。1個。控えめだね。1個か。だったら他にもあったような気がしなくもないけれど、まあしょうがないよ。そういう技だっていうことを今知ったことが大事。じゃあ続いてですね。そうだね。プライムエイプにも何かチューンアップっていう意味合いであげたいね。まあほとんどお守り的な役割しかできないだろうけれど、これがね、トクシックっていう技でしょ。サブリナさんじゃなくてエディカさんからもらった技。これをね、もしお猿さん使うことができたら、これ毒の技でしょ。しかもどんどん威力が増えていくっていう毒の技、トクシック。これをもしお猿さん使える、大好き。であれば、やり逃げ猿っていう体で、もし先制攻撃っていうかできたら、まずやり逃げで毒をペッペッペッって吐いてもらうっていう、うちの究極兵器に変えてみよう。なんで、リアーにしようか。おめでとう。うん、もうプライムエイプのために使うよ。そんな感じかね。メニューを見ても特にないんだけれど、そうだ、なんかアメちゃんが余ってたでしょ。これ、それは、うん、レベルアップのタイミングで使ってあげようかな。特にすき焼きどうだ、2600、うん、微妙だね。天ぷらちゃんは、あ、もうちょっとだね。うん、まあその辺は臨機応変にレベルが上がった子にあげようかな。まあ天ぷらはずっと留守番してくれていたから、天ぷらに使ってあげるのもいいかもしれないね。レベルが上がったタイミングで。よし、じゃあそれは天ぷらにあげよう。決定。よし、でアイテムを使わないような感じのものは預けようか。グレートボールとか、あとポケフルートはいるでしょ。エスケープロープはいらないんじゃない。アイテムファインダーも使わないでしょ。まさかある、どっかに。あとは、スーパーロッドないよね。まさかここでしか釣れないものがある池みたいな。あとこれが爆発の技でしょ。これ売ろう、これも売ろう。フルリストは、うん、で、引き出そう。いろいろなんか決戦用に取っといたやつがあるよね。このマックスエーテル、PP アップ同様どっかのタイミングで使ってみようか。多分ね、PP を上げる技だとは思うんですけどね。で、7番をマックス・エリクサー。こんなもんかな。うん、レモネード、ハイパーポーション、マックスポーション、フルリストア、マックスエーテル、エリクサー、エーテル。うん、ちょっと整理しようか。エリクサーがあって、マックスエリクサーがあって、フルリストア。で、お店だよね、これ。お店なかったらデパート行くけど、お店、よし。おお、いいね。お金もほぼほぼゼロだったけど、頑張って稼いだね。ガードスペック。350円。で、何売ってんの？あれが必要だね。リバイブ。お、こんなところで誰も買わないでしょ、ウルトラボールって。リバイブ。これをね、どんぐらい買っておこうか。10個。10個15000円？とりあえずじゃあ8つ？こんぐらいあれば大丈夫かな？どうでしょうか？7000円残った。んでマックスポーション買っとこうか。2個、残り2000円。あと300円になればマックスポーションがあと1個買えるんだけど、であればリバイブを買い足しておこうか。よし、泣いても笑ってもこれで最後だね、みんなと戦えるのも。なんでお時間的には割と早めだけれど、一旦ここで区切るか、挑戦部屋に突入するか。挑戦部屋に突入したらあと10分ちょっとでクリアせよっていう感じになるんだけれど、どうしようかな。まあ普通に挑戦して前半後半で動画を分けるっていうのも僕の中ではありなんで、いっちゃおうか。なんか日が空いてしまうと今燃えたぎってるこの感情が冷めてしまうのももったいないんで。よし、じゃあクリよろしくいきます。やり残したことはないよね。サムネは今回誰が飾る？まあ伝説ポケモンのモルトレスかな。悪いな、天ぷらいきます。お、自動なんか釣り場があるよ。んでこれ調べたら、あ、なんもない。情報なし、情報なしか。雰囲気的に言えば、水ポケモンっぽいけどね、ここ。とりあえず、まあ、栗が無難かな。あらゆる状況にも対応できるだろうし。よし、じゃあ、行こう。一人目。Welcome to ポケモンリーグ。私は、ローレライ。面白い名前だね。なになに？IC ポケモンに関しては私以上のものはいない。なんと氷ポケモンか。氷動作は強力です。凍ってしまったらもう最後。 Are you ready？ 頑張ります。5匹正座してます。おお、レベル54、デューゴング。ひとまずサンダーウェーブ、バリバリバリ。うわー、オールダビーム、どうだクリ。よし、アタック落ちた、大丈夫大丈夫。ダブルチーム、シュシュシュ。お、レスト失敗、ラッキー。じゃあここでレモネードを17でしょ、四天王ってことはだからこれ4分割したら1つの試合に3個か4個ぐらいだな。リバイブも9つでしょ、だから2つぐらいだよな。よしよしよし、シュシュシュ。2回目、多重残像剣、ラッキー。重ねていこう。うわー、出てくる。よく耐えた。じゃあハイパークリにしてしまおう。ハイパークリ完成。あぶねえ、テイクダウンとか当たったら一発じゃないの。では反撃開始だ。いいね。何、スーパーポーション。じゃあうちも念のためつぎ込もう。お、レスト、なるほどね。長丁場を考えてサイズミックトス。これでちょうどいいんじゃない。オッケー、ナイスクリー。レベルアップ。幸先いいね。黒いスター。よし、攻めろ。いいね。おお、アイスビーム。よし、2人抜き。スローブロー、 GJ か。お尻かじられてるよ。お、ラッキー。アムネジア、あ、ド忘れね。万が一何かあった場合パラライズされてるとラッキーだもんね。味方たちの役に立つ。おお、硬いな。うわー、出てきた。これはやばいんじゃない。しゃあない、よく頑張ったよ。ここは先輩行ってみる。よくもクリさんを、おらー、えらいジンクス、よくわかんないな。とりあえずこのまま。お、なんかハワイのお土産屋で売ってそうなやつねレベル56って大丈夫か。やり逃げサイルちょっとやってみる。トクシック、なんだこれ、ラブリーキッス。お、チューされちゃった。寝ちまった。なんだこの技さすが終盤中だけあって見たことない技が出てきますね。目を覚ませ、眠ってる場合じゃないぞ。接吻ぐらいのことで。ラブリーキッス、人気者だなサル。わ、ダブルスラップ。し、いけ。出た。ダブルじゃない、ダブルスラップ3回。偉いぞ。よし、こっからは粘り。レモネード、いや選手交代してもいいかもしれないね。ただしいないよね、かといってね。なんでここで栗を蘇らしてもいいし、か寿司を出すっていうのもありだね。なんでよく頑張った猿。最終兵器という風に見てたけど、まさか初っ端から使うことになるとは思わなかったよ。よし。で、そうだね。サーフ。お、スラッシュ。すごいな。よし。ちょっと回復した方がいいね。この威力ですもん。この時はやつは倒れる。レモネード。よし、勝手にいったぞ。ラプラス。とりあえず同じ属性っぽいんで寿司の方がいいかな。でだ、サーフは微妙だろうしな。ブリザード効くかね。うわ、ボディスラム。うわ、やばい。パラライズ。これピンチだね。ここはまあいけるとこまでやってもらおうか。うわ、コインいない。うわー、しゃあない。さすが向こうの大将だ。すき焼きよろしく。いけ。いいね。そして確実に弱点全部くるね。お、すき焼きの HP が136ってことは、あれが噂の協力値か。さてと、天ぷら燃やせ。ラビダーシュ。あ、微妙。天ぷらやばいな。しょっぱなからプライムエイプ。よくも先輩たちを。ほらー、いいね。スーパーボージョンやれ。この野郎、またスーパーボージョン。負けないぞ。ほらー、よーし、猿。えらい。なんてこと。思っていたよりやれるわね。先へ進みなさい。ただまだまだほんの序の口だって。ということで、一人目で随分倒れたな。大丈夫かね。しかしサルーが予想外の活躍を見せてくれましたね。そしてリバイブも数が限りあるんで、とりあえずプライムウェーブ悪いな。残数をちょっと様子見ながら使っていくんで、待っててな。正直お守りっていうつもりで考えていたのに、そのプライムウープに助けられてしまうなんてね、わかんないもんだ。よし、じゃあプライムウープ悪いな。ちょっと人数がこの先どんぐらい倒れていくかわかんないし、うわー、この様子だと岩系と言ったらすき焼きか寿司だと思うんだけれど、まあレベル的にはすき焼きがいいかもしんないね。私がブルーノだ。厳しい訓練で人、そしてポケモンはもっと強くなれる。私はポケモンと共にウェイトトレーニングをした。神々、あ、名前呼んできた。何、我々はこの力でお前をねじ伏せてやる。よし、2回戦頑張ります。お、さっきは正座だったけど、この人あぐらかいてる。オニックスレベル53。よし、行け。風化演武人と、いいね、ナイス。すき焼きヒットモンちゃん、かわいいね。なに、ダブルチーム、よく似合うね、ダブルチームが。お、なに、サンダーパンチ、なかなか面白い技を使ってくる。行け。おお、強烈。なに、アイスパンチ、スーパーエフェクティブ、やばいな。確実に当ててほしいな、メガドレイン。お、今度ファイヤーパンチ、やばい。いろいろ持ってんな。うわー、外した。よし、サンキュー。そしてレベルアップ、グローブ、いいね。あれだよね、ウィーピンベルが使ってたやつだよね。じゃあグラウル、すき焼き成長しました。泣くことを忘れました。ヒットモン D、 そうだね、食らってるしな。天ぷらいってみるか。ファイヤーブラスト、お、ダブルチーム、うわ、外した。しかもメガキック。よし、よく当てた。おお、一発見せるね、天ぷら。びっくりしたよ。オニックス、お、ここはさ、すき焼きに出てってもらってごちそうになろう。メガドレイン、よろしく。いただきます。うまいうまい、やった。マチャンプ、とりあえずこのまま。うわ、すごい見た目。随分体が歪んでしまったけれど、これもあれでしょ、大好きなご主人様に好かれようというためにあそこまで自分の体を変えたっていうことを思うと、なんか愛おしくなるし切なくもなる。うわ、怪力強そう。うわー、すごいな。どうしようかな。ここでいたずらに1回戦で使いまくったリバイブをさらに減らすわけにいかないんで、レモネードだったら使った方がいいね。リア、もうちょっと、よし、ラッキー、当てろ。やったぜ、すき焼き。なぜ、どうしたら負ける。私の仕事は済んだ。次のチャレンジに向かいなさい。ふう。ということで、じゃあ天ぷらさんを回復しましょう。さらに約束のアメちゃんをここでどうぞ。よし、行くべ。うわー、これひゅーちゃんか先生がいたらいいのかもしれないけれど、このメンバーでやっていくしかないね。そうだな、無難なのはすき焼きだね。だからいざっていう時すき焼きがいいけど、どうなんだ、クリフェイリーとか意外といけたりする。ゴースト系でしょ、きっと出てくるとしたら。ゴースト系の攻撃ってどうなんだろうね。クリフェイリーノーマルでしょ。ノーマルとゴーストって確かお互いに攻撃が通じない同士みたいな感じじゃなかったっけ。でもクリフェイリーにはサイキックがあるからみたいな。最悪クリア天ぷらやすき焼き寿司が助けてあげるよ。先輩、俺も、あ、見てください、気絶してると手のバタつきがゆっくりになる。天ぷらはほら、だけど猿は力を振り絞ってアピールしてます。待ってな、リバイブもちょっと数がねもう少ないんで、様子を見ながら、よし、行ってみよう。私はアガサ。大江家、大江家博士はあなたに興味を示しているようですね。おお、ひいきされてますよ。老いぼれとか言ってるよ。は、一時強かった。そして、ハンサムだった。それは、何十年も前の話。今は、彼は、単に、ポケデックスで、遊びほうけてるだけ？言うね。彼は間違っている。ポケモンは戦いのためにある。カミカミ。名前。私が本当のトレーナーのファイトを見せてあげます。何、昔恋人だった？うわ、ゲンガーとかやめてくれよ。通信進化の子でしょこれ。ヤバくで56とかいって、とりあえずやれるとこまでミニマイズやってみようか。うわ、コンフューズレイだ。頑張れ。代理、打ち勝った。ラッキー。どんどんやってこう。代理はさ、きっとこに減るからね、向こうの。よし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 。2回目。の辺でもしシングが効くんであればやっときたいけど、どうしようかな。サイキックやってみるか。お、やった。変な行動をとってくれた。うちも変な行動をとってくれた。頑張れクリアめ。お、治った。サイキック、よし。クリティカル、いいねいいね。よし、これミニマイズを、多重ミニマイズ完成で、そうだな、サイキック、よし、破壊した。こっからだぜ。お、また作ってきた。これラッキーだよね、ヒット分減るもんね。ほら、こっそり減った。いいぞいいぞ、いけるんじゃない？よし。で、そうだな、うん、サイキック。うわ、コンフィズレ。お、引っ込めた。うわ、ゴルバットちょっと怖いね。ハゼとか持ってるでしょ。レモネードお飲みなさい。あー、出てきた。打ち勝ってほしいね。あ、待てよ、ハイパービーム。よし、食らいやがれレイガーンいいね。でだ、サイキックをどうよ。お、引っ込めた。またゲンガー、ちょうどいい。ほらー、いいね。お、スペシャルが落ちた。もう一本どうぞ。やった、やった。瀕死だね。すぐぶっ壊れるんじゃないの？あの残量で作ってたもんね。やった、とどめだ。クリファベル頑張れ。よし、大金星だよ。さすがクリの嫁。そしてレベルアップ、みんな頑張るね。ゴルバット、こいつが恐ろしいね。サイキック、お、引っ込めた。何？ホーハンター、ジャグリング癖があるんだね。そういやね、 OAK 博士も一番最初、ポケモンは人と暮らしていて、人によっては戦いの道具、人によっては友達になってるよって話をしてたね。アガサのこと言ってたんだな。さーて、なくなってしまったけれど、ここでだ、ぶっつけ本番なんだけれど、エーテルっていうのはどうなんだろう。 PP 回復のやつでいいのかな。使ってみよう。エーテル、僕のメーテルだよ結論。決戦の最中なんですけど、2人先輩、何？俺なめろうが好きですよし、回復した。お、お祭りゴルバットでやれば、よし、10個。お、引っ込めた。いいねいいね、いいぞいいぞ、頑張れクリオメ。おらー、よし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 。スペシャルも減少。おっと、ヒプノーシス、大丈夫さ、笛があるもんね。ふえふえ、ピーヒャラピーヒャラ。スーパーポーションね。くらえ、いいね。そしてスペシャル、よし、いける。えらいめっちゃえらい。ゴルバット、たびたび姿を見せるこのお祭り野郎。よし、戦い方もさ、栗っぽいよね。嫁さん、残り4回。粘っていこう。よし、スペシャルまた落ちた。外した。ほらー、やった。そしてまた成長。このタイミングでのレベルアップ嬉しいね。おお、アーボック、こういう順当な感じのやつが一番怖いな。寝かせられるんだったら寝かしてみたいけれど、レベル58だもんね。シング、よし、ランラララランラランラララランで、眠ってるならばハイパービーム。起きちゃった。起きるなよ、レイガン。よし、クリティカル。うわー、やばい。アシッドって強いよね。さてと、お飲みなさい。でだ、どうだ、サイキックがいいかな。うわ、下げてきた。これはどうだ。よし、でだ、ハイパービームをとどめに使った場合って1回休みなのかな。お、引っ込めた。何、ゲンガー、なるほどね。じゃあサイキック、なんでもう一匹持ってんの。お友達がいっぱいいるんだね。さあ、切れてしまった。じゃあもう一回エーテルを。僕はメーテルが好きだ。知ってます。サイキック、先輩、俺なめろうが分かってる。よし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 、ドリームヒートなんてやってきたよ。目真っ赤だぜ。寝不足なんじゃない。オッケーオッケー。メガネが曇ってんじゃないか。無駄なあがきを。もうちょっと、いける。おっしゃー、すごいな。ゲンガーを2匹、神ですよ。アーボック、よし、じゃあ最後はツーアーモーションか。なめんなよ、レイガーン、バシーン。よっしゃ5人抜きです。おめでとう。お、どうやら特別なようですね。うん。まあ、特別かどうかわかんないけど、特別扱いはされてるよ。